レギーナ・フォン・ザクセンイコール・マイ・ニンゲンは、ドイツ・中林原地方の、旧諸公ザクセンイコール・マイ・ニンゲン・公爵家の公女で、オーストリア元皇太子夫・フォン・ハプスブルクの妻。結婚後は、レギーナ・フォン・ハプスブルクと名乗った。レギーナが育った、ヘルトブルク城・ザクセンイコール・マイ・ニンゲン・公爵家課長、ゲオルクとその妻のクララ・フォン・コルフ伯爵夫人の間の、第4子、次女として生まれた。 前人間公爵家は福音派教会の信徒だったが、レギーナは母親と同じくカトリック信徒として育てられた。チューリンゲン南部のヘルトブルクで育ったが、第二次世界大戦後、赤軍の侵攻を逃れて母と二人で西ドイツに亡命した。従軍していた父は1946年に抑留されていたソ連の捕虜収容所で死亡した。百四十九年、 ドイツカリタス連盟が経営するミュンヘンのハンガリー人難民のための事前施設で働いていた時にオーストリア元皇太子夫と知り合った。1951年5月10日に夫と結婚した。結婚に際しては教皇ピュース12世の祝福の言葉が届けられた。夫妻はマリアツェルのマリアツェル教会での婚礼を希望したが、 オーストリア政府が入国を許可しなかったため叶わず、ナンシーのサンフランソワ・ドコルディア教会が選ばれた。この教会の祭壇には、マリアツェル教会の聖母像の複製が置かれており、これが、式場に選ばれた理由だった。結婚後、夫妻は、2006年に、母クララと、長兄アントン・ウルリヒの遺骸を、故郷のヘルトブルクの教会墓地に移送、再埋葬させた。2007年、 ゴータのフリーデンシュタイン城の管理団体より47枚の絵画を返還された。これらの絵画は父、ゲオルクの美術収集品の一部であり、赤軍のドイツ東部占領時にソ連政府によって没収されたマイ人間公爵家の資産のごく一部であった。47枚のうち4枚は特別対応という形でフリーデンシュタイン城に止められた。2010年に死去。 当初は、実家の家族の眠るヘルトブルクに埋葬されたが、翌2011年7月に死去した夫と共に、ウィーンのカプツィーナー納骨堂に改装された。心臓だけは抜き取られて、ヘルトブルクに残された。カプツィーナー納骨堂のレギーナの棺夫との間に、二男五女の七人の子女を設けた。うち次女と三女は双子である。レッツテルフェ・アウフデアベスタ・ヘルドバーグ。 ノエプレッシゴ、フェブルー2010、アーチー・デューク、オットー・マリード、ツー・ジャーマン・プリンセス・イン・チャーチ・シビル・ライツ・イン、ナンシー、フランス、ザ、ニューヨーク・タイムズ、オットー・フォン・ハプスバーグ・ウント・マリーゼル、ファービン・ディング・ミット・フィラン・ファセット・ニャブ・ジェロー・ファン・ AM15、ジュリ2011、レジーナ・フォン・ハプスバーグ・カッシュ・トロベン、FAZ、 4、フェブルー 2010http コロンスラッシュスラッシュ www.orf.at スラッシュストーリーズスラッシュ2066865スラッシュ2066862スラッシュ、ウェスタ・ヘルドバーグ、レジーナ・フォン・ハップスバーグス・ヘルツ・ブライブット・インデア、ファミリアングリフト、MDR とアリングン、6、ジュリ2011スペイン王女ルイサ・テレサの直系子孫、バイエルン王子、 アルフォンスの外孫、ありがとうございます。